はい、これはセスジウスリカですね。春先に、結構大発生します。これは野外から取ってきましたので、他の虫も混じっています。セスジウスリカ、庭で水撒いたりすると、うわっとこう飛んだりして、結構不愉快であるという人がいますね。気温が高くなると、特に多くなって、夕方かなり群れをなして飛んだりします。川の近くなど、庭とか茂みとか、そういうところで成虫が多く見られます。この成虫の幼虫はアカムシですから、その川とか、ドブとか、そういったところで育ちます。ですから、成虫が多いところでは、幼虫がどこかで、近くで発生しているということが多いですね。大きな川があって、その横の家、アパートとかでは、かなりこのユスリカが大発生して、壁にいっぱい張り付いて困るということで、駆除に行ったこともあります。セスジウスリカ、これが成虫です。